よっ。でもちょっと待って、これ大体 V テッククラブでやってたやつ、あのその羽なし選手権って。あ、これですね。パクリだよ。これホットバージョンやろ。じゃあのパクリじゃなくて、 V テッククラブのやつは S2000 のワンメイクでやってたんですけど、今回は200馬力以下っていう意味の200です。あ、ハゲが一人もいねえよ。羽なし選手権。アシスタントは関西弁がとってもキュートなスレンダー美女、平口みゆきちゃん。じゃん。でこちらが羽なし200のレギュレーションとなっています。1番、じゃん、 GT ウィング装着禁止です。こういうやつね、 GT ウィング。そう、 GT ウィングね、はい、GT ウィングです。2番目、じゃん、タイヤはラジアル。ほう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 、なんでタイヤはサンダルね。あ、タイヤはサンダルね。サンダルね。あ、そうです、サンダルね。はい、3番目、タイヤサイズは純正の1インチアップまで。貧乏人が多いと。ほう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 。そういうことなんですかね。はい、次、はい、4番目、はい、はい、軽量化はカタログ重量のマイナス30キロまで。あ、これはいいことだね。大体ね、どんがらが多い。スプーンなんかさ、ね、普通に乗れる車で来てくださいって言ってるのにどんがらで来るもん。もう帰ったかな。帰ったかな。はい、はい、てかさ、お前はなんで来てんの。え、僕ですか。そう。あ、よくぞ見てくれました。こんなことやってる場合じゃない。 GT マレーシアがあるだろう。あ、まあそろそろ移動するんですけどね。まあ今回僕が乗るんじゃなくて、このその大勢呼びましたから、みんなの走りをチェックしてですね、ぜひ土屋さんに勝てるように、なんかこうアドバイスできればなと思って。はい、ということで今日は200馬力までのいろんなマシンがこちらにずらっと並んでます。むさ苦しいね、確かに。いや、でも一人女性がいらっしゃいますよ。女、あ、はい、女なの。羽なし200の高一点は現役バリバリの女性レーサー、荻江こと荻原直子。ライト中仕様の NA ロードスターでエントリー。あ、なんか見たことあるな、モンドムよ。いや、今日こそ倒そうと思ってました。何が今日かな。シビックからフィットまでホンダ車を12台も所有する VTEC オタクの宮地。マイチャレ三浜では風間康之をあと一歩のところまで追い詰める大活躍。マイチャレ上位ランカーが走行会仕様のシビックRで殴り込みだ。え、小清水の息子いんの。小清水の息子息子出てきたの。はい、連れてこられ。俺も舐められたもんだな、しかしな。まあ俺が出てかなくても、うん、あの息子やっときゃが出ると。いただきやがったね、やろ。86マイスター小清水氏が打倒土屋号のために尽くしたという KMS ストリート仕様をドライブするのはジュニアのゆうやん。おう、全日本。全日本だよ、大輔。全日本ドライバーなんですか。全日本のラリーの玉金だよ。そして全日本ラリー界からも羽なし200にエントリー。石田正幸選手が狩るのは C1 セカ。でも予選落ちする可能性もあるんでね、皆さん予選落ちしないように。皆さんじゃねえだろ、落ちちゃう。おばさん一人だろ。あ、お姉さん一人だろ。あ、予選だけやったら帰ってね。女性の方結構残してほしいんですけどね。一人しかいねえ。はい、ということで羽なし選手権200どうぞ。バイカー羽なし選手権200ラウンド1カーインスペクション。200馬力以下なら OK の気軽さがいい羽なし200でも、車重や安全面は車検でしっかりとチェック。各社を計測してみるとゼッケン3番の小清水号が規定重量に足らず。ここはきっちりと15キロのバラストを搭載してもらいました。クオリファイ1、15分の予選がスタート。ポール予想は1分9秒。 A86 を狩る小清水ジュニアの走りはどうか。3番、ちょっと入り口で止めすぎ。あれ、まだまだちょっと攻めすぎてません。ゼッケン5番は角井 CRX、 筑波の EP71 シリーズで腕を磨いた FF 乗りだ。ちょっと速くなりそうですか。このなんか CRX も速いぞ。
ゼッケン2番はこちらもコシメルチューンの田中86。筑波コース2000は初走行。とにかくね、2号車の田中さんはもう勢いがなさすぎて、ヒーランドとも、ね、なんかこう回らないみたいな、ね、復活してましたね。全日本ラリーのグラベルキング石田はどうか。タイヤの限界ギリギリを引き出すさすがの走り。タイムは9秒台に入れてきた。車は何でも、チューンアップしますので、ぜひご利用ください。お願いします。モンスター東名横浜の店長長田氏がスイフトスポーツでエントリー。素人には負けられない。もうね、なんかね、スイフトスポーツ結構早いよ。めっちゃ早いですね。あ、ちょっと突っ込みすぎた、今ちょっと失敗。あ、11もちょっと。全日本ダートトライアルでブイブイ言わしてきただけあって、クレバーなドライビングを披露。マツダパティレースエンブレムクラスのチャンピオン加藤照明が登場。マシンは今年参戦中の MC ロードスターだ。これが、あー、ちょっと泣いてますね。なんかね、突っ込みすぎやな。ドノーマルの MC ロードスターでどこまで戦えるか。峠最強伝説で大活躍したガレージリミットチューンのカプチーノが登場。フルチューンで武装したベイビーギャングを狩るのは江川イク。おお、結構速え。タイムは1分13秒526。ゼッケン7番は5バルブ仕様の AE86 で打倒土屋圭一を目指す桑名則明。富士フレッシュマン出場経験もある桑名だが、ヘアピンが苦手なのかグリップにつけていないぞ。こう一点のおぎねえ。マイチャレではドリドリに惨敗したが、筑波ではなかなかの走り。でも低速コーナーは苦手みたい。おぎねえはね、もっとスピードを乗せて突っ込んでくると綺麗に曲がれんのに、もう早めにブレーキ終わらしてるから車が曲がらへん。そうですね、アクセル速いって言ってましたもんね。最終でタイムを詰めようとするが、それは突っ込みすぎ。大事には至らず、無事コース復帰。マイチャレ宮地はどうか。シビックいけないんや。あれもまあまあ、シビックもまあまあ。筑波は2回目という宮地、車の限界は引き出しているものの、 80R のライン取りはいまいち。それでもタイムは9秒台に入れてきた。86チューンの U テクノプロスピリッツからは職人熊倉氏が製作した200馬力のモンスター86がエントリー。ドライバーはレース経験豊富な大賀康雄。ドリドリが狩るのはおなじみ土屋 AE86 スーパーストリート。今回はサスペンションを DG5 全長調整式車庫長土屋氏でバージョンアップ。ストリート最強を目指し制作されたスーパーストリート号を狩る土屋圭一。大賀の1分8秒9を上回れるか。ちょっと本気だよ、本当に本気。会心のアタックが決まる。だがタイムは、まあこんなもんでしょう。
引き出し全部使っても10秒9無理。はい、今予選第1ヒートが終わったとこなんですけれども、伊藤選手と一緒に第1ヘアピンで見てたところを、皆さんのまあ問題点や改善点などがあると思いますので、伊藤選手からしっかりとしたアドバイス、絶対良くなるっていうことをお願いします。はい、はい、テイク2でしたけども、はい、元気があんまり変わりませんでした。言わないでください。はい、まあちょっと外から走りをチェックしていた大輔が参加者全員に改善ポイントをアドバイス。その中でも気になった選手は出てません。でその中で、まずですね、自分がパッと見た中で絶対に田中さんのことですか。田中さん、はい、はい、勢いがないわ。初めて走った、初めてやった。もっと頑張らないと、もっと頑張らんとあかんし。なんかヒーランドトゥーブちゃんとできてる。できてないです。7番の桑名さん、危険な香りがします。ずっと言ってはりましたね、危険な香り。レベルの底上げを図るため大輔が道場指導。これもな、ずっとこうインに寄っていくようなイメージ。はい、ここまでブレーキ踏んでるとリアが不安定になってうまいこと旋回してくれるでしょう。そうですね。大輔が指摘したのは一エアの走り方。クリップまでブレーキを残し前荷重を保つことで旋回力がアップ。クリップ近での車の向きの違いは一目瞭然だ。続いて桑名さんも同乗特訓。ああなるんですけど、うん、そうならないギリギリまで行くのが一番美味しいところなんで、多分今までだったらここで一旦止めちゃってるんですけど、コーナリング速度上げるのにこうなんかこう踏んじゃってアンダーをこう出してしまう。結構ねコーナーの中でねブレーキを離してこうアクセルってとりあえず速度上げていくぞって入るパターンだったんで、車はそういうのじゃ向き変わらないですよっていう基本を多分今実感していただいたところだと思うんで、ぜひヒート2で短時間ではありますが頑張っていいイメージを持ったままヒート2頑張ってください。クオリファイ2。予選第2ヒートは気温、路面温度が低下、さらなるタイムアップが望めるだけに各社火星にアタック。第1ヒートからタイムを上げてきたのはパーティーレースチャンプの加藤。1分9秒5で4番手に浮上。さらにコシミツジュニアが9秒4で3番手に躍進。親父を超えるか。頑張ります。大輔のドライブの講習を受けた田中はなんと3秒アップの12秒3をマーク。せっかく教えてもらったのに。そして桑名 AE86 も1秒アップ。土屋 AE86 はコンマ6秒アップの10秒3。だが順位は変わらず6番手。結局ポールを取ったのは第一ヒートトップのオーガ。我々の想定タイムを大きく上回る8秒277をマーク。残念ながらオギネーはオーガ AE86 の 107% 以内に入れず予選落ちが決定。決勝の実況で頑張ってもらいやしょう。つくば5ラップスバトル。いよいよコース長は5周の決勝レースを迎えます。実況はジャパットビューティーおぎねということで、コース長は12台中11台が決勝進出ということになりました。さあということで、まず今スタートになります。ボールポジションからスタートした。さあここは大賀の8の区がまず1コーナーへと向かいます。そして6番手スタートの土屋がこんなはずではなかったと今スタートを切っていきました。リプレイはカドイ CRX。フライングスレスレのロケットダッシュを決め一気にジャンプアップ。
CY1234 5番手1個ポジションアップで第5位でヘアピンに進入していきます。スタート後の一エアは N2 決戦も顔負けの大混戦。ここは負けられぬ。おっと外側に触れる CRX をうまくかわして1個またさらにポジションを上げた土です。2番手スタートはここは崩壊の星であります EK9 のシビックに乗る宮地、宮地がここも遠征陣ながらいいスタートを切っていったようであります。バックストレートではテンパチの石田セリカが排気量を生かしてストレート勝負に出る。あらららら、セリカまで来ちゃったよ。ストレートで劣勢の土屋86、最終はアウトで踏ん張って5番手を死守。まず先頭はどうやらオールスターとの大賀、宮地が2番手、3番手には新しいロードスター小木根もあれに乗ってればもしかしたら予選を通過できていたかも。こちらはカプチーノとスイフトによる10番手争い。コーナーは FR スポーツのカプチーノに分がありそう。トップを行くのはオーガ AE86、 シビック R の宮地を従い目いっぱいの走り。さあ走行しているうちに先頭は早くもバックストレート。このまま前2台が逃げてしまうんだろうか。後ろから土はなんとかこの短いスプリント5周の戦いでトップ争いまで行きたいところでありますが、おっとここはパワーに物言わせ、セリカ、石田セリカが速いぞ。最終コーナーパワーに負けた。そしてホームストレートから1コーナー、ここブレーキング競争に土は持っていけるだろうか。おっといったぞ、土うまくインガーさせていきました。ちゃっかり者の角井、5番染め作戦で石田セリカの前に出る。この全日本のお互いにレーサー同士の戦いに今度はなんと CRX が、角井 CRX がヘアピンのところで土屋の後ろにつこうかというところであります。さあ早くもトップは第2ヘアピンへとぐんぐんと後ろを引き離していきます。そして3番手はこのロードスターのレースでは表彰台にも上っている加藤が3番手単独です。大川を先頭に遠征勢宮地、シビックの博物館を作りたいと言っていたシビック使いがこの筑波でも大暴れ。あこれやられるわ、これはダメだ。もういけるいけるいける、おちゃっかりかどい、申し訳なさそうにドリドリをパス。スッチー、そして石田の、そこに CRX が加わっての4位争いがこれからヘアピンへと向かおうというところ。さあその4番手を走るあの古いオンボロ CRX、汚れなこいつ。予選は3番手の小清水ジュニアだが強者どものバトルには加われず、白熱のトップ争い。宮地がテールトゥーノーズでオーガにプレッシャーをかける。だがダンロックから 80R でスピードを乗せられず、オーガのインをさせない。レビンは8番手、大輔に教わった残すブレーキを練習中。
大輔の特訓で生まれ変わった田中は毎週ベストを更新する走り。若いっていいね。さあこれで4周終了、5周目ファイナルラップ、大型宮地。さあこのままのオーダーであと1周ということになるんでありましょうか。関東代表として遠征組の宮地には負けられない大賀、トップを死守できるか。おっと、土屋が6番手、石田が前に出ます。1コーナーかなり混戦状態。 CRX の後ろにはどうやら土屋が、86が今石田をかわして前にいます。スタートからずっと予選アタック並みの走りを続けてきた大賀86はタイヤが厳しい。宮城はこのチャンスをものにできるか。最後のバックストレート勝負にかける。VTEC パワーで迫る宮城、トップ大賀もブロックラインで対抗。2台ブレーキング勝負。今チェッカーブラック、大賀がトップでチェッカー、宮地2番手、3番手に加藤、4番手 CRX、 そして5番手争い。壮絶な戦いは石田に軍配があり、これはバックストレートパワーを物言わせた石田が土屋圭一をかわしての5位。ボーイズレーサーの星江川カプチーノは最後まで熱い走りで9番手フィニッシュ。土屋86はドリドリをもってしても6番手が精一杯。第1回羽根なし選手権はハイレベルな戦いとなった。見事優勝を飾った大賀選手には嬉しいプレゼントを、賞として御殿座 RE01R1 セットが授与された。